今回書くのは伝統文化です。漢字をうまく書くために気をつけなければならないポイントは3つ。筆の入り、起筆と言います。筆の終わり、終筆と言います。この2つをしっかりと書きましょう。線はおおむね直線的に、あまりくねくね曲げないように。最後になるべく一度筆に墨をつけたら一文字最後まで書き切ること。この3つです。もし先生にお手本を書いてもらえるようなら、それを左に置いて最初は一画一画丁寧に見ながら書いてみてください。何度か書いて書き方を覚えてきたら、お手本をちょこちょこ見るのを我慢して、一文字につき一回だけ見てから一文字書き切るようにしてみてください。その時気をつけてみるところは、筆の先、穂先と言いますが、穂先を見るようにしてください。この動画の見本も筆の先を意識して観察してみてください。これが上達の近道になります。では、頑張って書いてください。うまく書けたでしょうか。これぞうまく書けたと思ったら、紙に余分についた墨を取り除きましょう。そうしないと紙につきすぎた墨のせいで、せっかく書いた字がにじんだり流れたりしてしまいます。ティッシュを2つ折りにして、墨がいっぱいついているところに軽くかぶせます。1回目はちょんちょんと軽く押さえてください。2回目はティッシュをかぶせたら、軽く指で墨の部分をさすってみてください。これで大丈夫。あとは自然に乾かしましょう。注意する点は、力を入れて押さえないこと。最後まで気を抜かず最高の作品を提出しましょう。